ベラーズは、ベラルーシ、ミンスク州ジョジナに本拠を構える露天掘りや鉱山、採石場などで使用されるマイニングダンプや建設機械、貨車の製造開発を行う企業。ベラーズは、独立国家共同体における最大となる投資プロジェクトの一つであった。工場は設備のアップデートで予定された三つのフェーズのうち二つを完了している。 研究開発、製造、組み立て、アフターサービスに適用される品質管理システムは国際規格である YSO9000 に沿って行われている。ハンガリーで稼働中のベラズマイナス -540、ソビエト時代に切手として採用されたベラズマイナス -540、ベラルーシで切手に採用された世界一。 ダンプカーベラズ -75,7101946 年から11月9日、白、ロシアソビエト社会主義共和国の最高評議会による、布告、137-308によりデータン抽出用の車両を製造するため新工場の設立が決定される。1948年から新工場の建設が開始される。1950年最初の製品となる。 山水トラック D-298 をリリース。1951年データン抽出車工場は道路建設や改造型トラックの製造を行うため再編成され、工場名はドルマッシュへと変更された。1958年社名をベラルーシ自動車工場に改称。新型 GVW25 トントラックマスマイナス525が生産される。 1960年積載能力40トンのマイニングダンプマスマイナス530が製造される。1961年積載27トンのマイニングダンプベアズマイナス540が製造される。1963年積載40トンのホールトラックベアズマイナス548が製造される。百六十五年ライプツヒメッセで開催された。 国際展示会でベラズマイナス -540 が金賞を受賞。1966年国際展示会で金賞を受賞したことから、工場は労働赤旗勲章を授与されている。1967年ライプツィヒの国際展示会でベラズマイナス -548 映画金賞を受賞。1968年工場の11人の従業員が ソビエト連邦国家賞を授与される。75トンから80トンの積載容量を持つベラズ -549 の試作車が開発される。1977年から110トンの積載能力を持つベラズ -7519 が開発される。1978年から100トンの牽引能力を持つ航空機系引用トラックの生産を開始。 1982年から170トンの積載能力を持つベラズ -75,211 の製造を開始。1990年、それまで製造された車両とは一線を画すベラーズ、史上最大の積載能力となる280トンの能力を持つホールトラックの生産を開始。1995年、メキシコマーケティング研究所から品質に関し、 国際品質ダイヤモンド賞が授与される。1996年ベラーズは制裁組合となる。2001年ベラーズの最高責任者であったパベル・マリエフはベラルーシ共和国から財政として初となるベラルーシの英雄の称号を与えられる。2005年から320トンの積載能力を持つベラーズ -75,600 の試作車が開発される。 2010年から360トンの積載能力を持つベラズマイナス -75,601 の試作車が開発される。2012年ベラズホールディングを設立。2013年世界初となる450トンの積載能力を持つベラズマイナス -75,710 の生産を開始。2019年、見学者10万人を達成。 マイニングダンプトラックスロシアで稼働中の7530系。手前に映るのは、トヨタパッソユアツトランスミッション、方式電気機械式トランスミッション方式ベラルーシで、行われたイベントでベラズマイナス75710を背景に記念撮影を行う家族クロス、カントリーダンプトラックスローダースブルドーザーズ。 ホイールローダーベラズ -78,221 ビークルズ4メトラージェクルワークスビークルズ4マイニングサービススペシャルパーパスビークルズロシアで開催されたマックスエアショーでアン -70 のトーイングを開始するベラズ -742 系ビークルズ4アンダーグラウンドワーキング行動車両型ミキサーベラズ -75,296 レールウェイフレイトカーズその他 ありがとうございます。